ザ・モーターウィークリー、岩貞ルミ子ナビゲートでお送りしています。ザ・モーターウィークリー、ここからの時間は自動車業界でご活躍中のモータージャーナリストをお迎えしてお送りしていきます。今日のコメンテーターは石井正道さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう年中行事になっているかと思うんですが、お正月明けの石井さんは、はい、デトロイトモーターショー。そうですね、今年で3回目です。はい、はい、やっぱこれが始まらないと1年は始まらないぞって感じですかね。まあ、そういうことなんでしょうね、うん、昔は、はい、まあ、日本でいう賀詞交歓会みたいな意味合いがあったモーターショーみたいですね、はい、でも今は1月11日かな、うん、ですから、まあ、少し余裕があってから出ていく感じですね。そうですね、昔は1月2日にプレスデーがあってとかとかいう話ですよね。僕その頃行かなかったんですけれどもそれ避けてたんですか。いやいや、そういうことはないです。はい、で今年は、1月の11日から、はい、はい、ということですね、はい、それまでの間は石井さんはお正月明けは何をされてたんですか。まあ、ちょこっと原稿を書いたり車乗ったり、はい、まあ、そんなに大きなことはしてないです。はい、でも気持ちの中ではじゃあもう本当にデトロイトショーに行ってこう1年の流れをつかんでっていう形から。そうですね、エンジン始動、はい、はい、ということで、デトロイトモーターショーについてお話を今日は、伺っていきたいと思いますが、まあ、今回、デトロイトモーターショーということで、まあ、アメリカ関係が、ね、すごく景気低迷ということでおとなしい状態なんですが、何を期待して行かれました。まあ、その辺がですね、うん、まあ、どういう状態にあるのかなと、はい、去年も言ったんですけれども、うん、リーマンショックっておととしの、まあ、10月ぐらいでしたっけ。9月っていう、あ、9月、そうですね、はい、秋ですよね、はい、うん、で去年の段階では、政府からの支援を受けるために、うん、こうアピールをしていると、はい、メーカーが、はい、だからちょっとありえないようなコンセプトカーが出ていたり、うん、まあ、社員を導入して盛り上げたりみたいなね、空元気みたいなものがたくさんあったんですけれども、はい、その後、まあ、GM なんかは一時破綻して、うん、今年はどうなってるんだと、うんうんうん、本当にもう終わっちゃうのかそれとも盛り返すのか、うん、これを見てみたいなと思って行ったんですね。まあ、東京モーターショーなんかでも輸入車メーカー東京に持ってこなかったり、日本のメーカーも割と寂しい感じの展示の雰囲気がありましたが、そんな思いでデトロイトに行ってどうでしたか。例年に比べると少しトーンダウンしてるかもしれない、うん、はい、というのはあったんですが、うん、東京のようにですね、はい、一気にガタガタっときた感じではないですね。なるほど。しっかり世界5大モーターショーの一つというところは、はい、外してないと思いますね。うん、やっぱり世界5大モーターショーっていう位置づけはしっかりこうキープしてるっていう感じですか。そうですね、うん、ヨーロッパのジュネーブ、パリ、フランクフルト、うんうん、そしてアメリカのデトロイト、はい、以前は東京だったんですが、はい、これがきっと今は中国なんだろうなという感じですね。そうですよね、はい、上海とか北京とか盛り上がってますもんね。でも、まあ、東京は落ちたとしてもデトロイトはまだそれだけの格というかランクを守り続ける勢いがある。まあ、完全にありますね。やっぱり年初に行うっていうことでそれなりの意味っていうかデトロイトのこう意義っていうのはあるんですか。まあ、おそらく今年はどうなるんだっていう、まあ、景気の読みですね、うんうん、でもともとアメリカが世界の自動車マーケットの中心じゃないですか、はい、でかなり落ちてはいるんですけれども、うん、それでもやはり底力はあるんだと思いますね。なるほど。ですから世界中の自動車メーカー来ますし、はい、で世界中のジャーナリストも行くと。そうですね。でも今年日本少なかったんですよね、ジャーナリスト少なかったです。だから意外と仕事があってまあ嬉しいのかどうか大変で駆け回っていた、はい、逆に中国とかロシアのジャーナリストが多いというのはありますか。そうですね、アジア系は非常に多いですね。やっぱりその今後視野市場が膨らんでいくようなところのジャーナリストは活発。そうですね、うん、中国韓国のジャーナリストなんかは日本の倍か3倍ぐらいずついますね。そうですか、一見見るとでもこうお顔とか髪の色とかが違わないので、あ、日本人だって思いません。そうですね、でもちょっとなんか雰囲気が違うと、うん、違うと、はい、日本のジャーナリストとそういうアジア系の他の国のジャーナリストって違いってありますか。立ち振る舞い、振る舞いとか、まあ、車に対する、知識という面では日本の自動車ジャーナリスト多分負けてないと思いますね、うんうん、ただなんか向こうの中国とか韓国の方たちの方が、うん、まあ、知らないからこそこう貪欲っていう感じも
見受けられますね。なるほどね。今年ってか、まあ、去年前回の東京モーターショーでは見られなかったんですけども、他のモーターショーなど行くとやはりアジア系の、ね、ジャーナリストの方かメーカーの方かわからないんですけども、一生懸命こうメジャーをね取り出して、はい、車のそのトランクの幅とかね、はい、後ろをこう下の方潜り込んだりして測ってたりしますけども、うん、そういう光景ってまだデトロイトで見受けられますか？いや、今年はなかったですね。あ、うん、今中国のメーカーも非常にお金がありますんで、はい、とんでもないいい機械を持ってるんですよ。日本のメーカーも持ってないようなものとか、そういうので全て解析できちゃうんで、なるほど、まあ、自分でメジャーで測ることはしないんじゃないですかね。なるほどね、そういうことですね。もうそういう技術的なものがどんどんっていうことなんですね、はい、はい、デトロイトは寒かったと思うんですが、はい、風は大丈夫ですか？寒かったのは大丈夫なんですけれども、はい、それより怖かったです。やっぱり本当に危険らしいです。今までもねデトロイトの街中は危険だという話だったんですが、はい、今年はさらにこう重要な、はい、ピストルを使った犯罪なんかが非常に増えているということで、ワンブロックたりとも歩いちゃいけないと言われてましたんで、ホテルの中から電車で行って、はい、会場の中にも電車が直接駅があるんで、そのホテルをわざわざ取ってですね、一歩も外に出ないで通勤しました。そうですか、お疲れ様でした。岩貞ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、本日はコメンテーターに石井正道さんをお迎えしてお届けしています。引き続きデトロイトモーターショー2010について伺っていきます。まずは石井さんの現地リポート、開催地アメリカのこのメーカーからお聞きください。さあ今フォードのブースに来ています、ここでは新型のフォーカスが発表されました、フォーカスはですね、まあフォードといっても欧州フォードの開発で非常にシャシーなんかの性能が良かったんですね、今残念ながら日本ではちょっと乗れないんですけれども、車好きの人には結構いい車だねという評判でした。でさらにそれが進んでいそうな雰囲気がありますね。でシャシーだけではなくて今度は直噴ターボのエンジンであるとかいろいろな先進技術も入っています。燃費も良さそうですし、さらに、これフォーカスベースの EV であるとかハイブリッド、これを1年後2年後に投入していく予定だということです。フォードはビッグ3の中では一番財政的に安定していますし、アメリカのカーオブザイヤーもここで発表されましたが、トラック部門も乗用車部門も両方、大賞を取りました。まあそういったこともあって一番活気のある、ブースになっています。はい、フォードがなんかアメリカのメーカーの中で一番こう活気があったというお話なんですけれども、そうですね、はい、はい、フォーカス新型が出たものの日本にはちょっと来るかどうかわからない。そうですね、以前のモデルも売っていたんですけれども今ラインナップないですから ね、はい、ですね、はい、いい車だったのにフォーカス、いや非常にいい車でしたよね。まあシャシー性能なんか本当に良くて、まあメディア関係者なんかもみんなね絶賛してたんですけれども、ですね、どうして、まあ、最終的にラインナップから外れたのは、まあ、販売台数が思わしくない、何が原因だったと思いますか？おそらく日本人が気にするちょっとしたこう細かいクオリティであるとか、うん、まあ、いわゆる NVH、うん、ノイズ、音と振動、はい、その辺がいまいちだったんじゃないですかね。私今そういうふうに言われて思い出したのはシフトレバーのところがですねいまいちこうプラスチックっぽくて安っぽかったかなっていうのを思い出しました、はいはい、まあ、ただライバルのフォルクスワーゲンゴルフが、はい、そういったところで非常に上がってるじゃないですか、うんうんうん、多分フォーカスも相当やってると思うんですよね。今年のニューフォーカス インテリアとか見えました？はい、中には乗れなかったんですけれども、かなりクオリティは高いですよ。そうですか、はい、でパワートレーンなんかも進んでますから、これ今の標準的な日本車よりも、はい、先進的じゃないかなと思ってます。なるほどね、じゃあ今度こうもしかしたら巻き返してくるかもしれない、はい、はい、期待したいと思います、はい、はい、続いてはこちらのメーカーをお聞きいただきましょう。今 GM のブースに来ています、GMC というブランドからはですね非常にコンパクトな日本車でいうとトヨタの BB ぐらいの車が出ています。まあ、GMC はねほとんどがこう大きな SUV とかピックアップだけだったのでこんなに小さい車を作るのは初めてでしょうね、さらに他のブランドを見てみても、まあ、シボレーなんかは非常にコンパクトカーをたくさん展示しています。まあ、アメリカの車も小さくなってきたなというのが実感できます。まあ、ちょっとその日本車であるとかあるいはヒュンダイなんかの韓国車なんかに
対抗しているという感じが見えますが、これがどういう、こう、以前もね、日本車キラーみたいなものを作っていたんですが、それあんまり成功しなかったですね。ただ今回はかなり本気ですし、まあアメリカの市場も C セグメントや B セグメントの車が売れるようになってきてますんで、今回の戦略は当たるのかなという気がしています。GM の車たちはみんな小さくなってきたんですが、やはりキャディラックだけは違いますね。今回目玉の XTS コンセプトは、フラッグシップセダンなんですが、まあメルセデスでいうと S クラス、まあ国産でいうとレクサス LS なんかに相当するモデルです。2012年に発売するモデルですが、ハイブリッドカーになっています。さらにプラグインも装備するといいますから、メルセデスの S クラスとこうガチンコの勝負になりそうな感じです。はい、GM がコンパクトカー戦略を出してきた。まあシボレーなんかはほとんどコンパクトカーでしたね。作れるんですね。もちろん。今までなんで作らなかったんでしょう。どうでしょうね。売れないか、利幅が少ないか。ああ、利幅が少ないのはありますよね。はいはい、GM デーウというのがありまして、まあ韓国じゃないですか。デーウ、はい、はい。で、こちらで開発もやるんで、コンパクトカー作るのは全然問題ないんですよね。うんうん、でもやはり利幅の問題とか、あとはただ今市場としてアメリカもコンパクトカーが売れてきてるっていうのが。そうなんです。驚くべきことに B セグメントあたりが結構売れてきてるということなんですね。まあ、保守的なところは相変わらずピックアップとか SUV の大型のものでないと、うん、用なさないみたいで、うん、それはそれでマーケットとしてあるんですが、はい、まあ、一部で B セグ C セグっていうのが随分売れてきてるようですね。なるほど。じゃあやっぱりそれに対応していかなければいけないと。そうですね。ということですね。で、はい、もう一つキャデラックがハイブリッドですか。はい、そうですね。GM は電気系の技術ずいぶん持ってますから、うんうん、まあシボレーボルトというのもありますし、はい、まあバッテリーをですねパック化して、まあ、どんな車にも積めるような形にしてますから、はい、キャデラックもハイブリッドになりますね。楽しみですね、このあたりは。ちょうどメルセデスの S クラスも2012年に次期型が発売されて、はい、それはプラグインハイブリッドにすると、はい、言ってますから、はい、これガチンコの勝負になりますよ。はい、楽しみにしたいと思います。最後はこちらのメーカーをお聞きいただきましょう。さあ、ビッグスリーの中で、唯一今回プレスコンファレンスをキャンセルしたのがクライスラーです。昨年はですねレンジエキステンダー EV、まあ、いわゆる航続距離延長型の EV と言われますが、それをたくさんコンセプトカー出展していたんですが、もうあれはなくなりました。その部門自体もなくなったそうです。ですので、まあ、出展はしているんですけれども、あまり新しいものがないといった感じです。その代わりに、まあ、イタリアのフィアットとの出資を受けましたんで、ランチャーデルタ、ランチャーデルタのクライスラー版みたいなものが出ています。まあ、なかなかかっこよくて注目なんですけれども、なんかやはりちょっとクライスラーは勢いがないなという感じはしています。はい、なんかクライスラーは本当にこう盛り上がりに乗れてないというか、欠けていたのは確かですね。はい、ただフィアットと提携して、はい、CEO がセルジオ・マルキオーネさん、まあ、これフィアットの CEO も兼ねててクライスラーの CEO もやってるんですが、うん、はい、まだ時間があまり経ってないので、おそらく方向性が定まってなくて、言えることがないんだと思うんですね。なるほど。で、展示できるような、はい、こう車がまだ出てなかったそうですね、ということですね。はい、まあ、ビッグスリー、まあ少しずつこう差がついてるというわけではないんですけれども、今回GM から電気自動車のボルトが先ほどもお話ありましたけれども出たということなんですが、これはどんな感じになりそうでしょうか。まあ、これは非常に将来有望な車ですね。もともと3年前ぐらいから、はい、コンセプトカーなんか出てましたし、うん、その間ずっと開発してますから、うん、今回実はね工場というか開発の見学なんかもさせていただいて、はい、まあ、これはかなりすごそうだなという感じを受けたんですね。乗れたんですか。乗りました。どうでしたか。まあ、ちゃんとしてますよ。ちゃんとしてる、はい、ちゃんとしてる。加速、はい、減速、インテリア、質感、はい、そして燃費というか、まあ、燃料の消費も少ないですよね。もともとこれは電気自動車なんです、はい、基本的に、はい、ただ、まあ、航続距離が足りないのでその発電用にエンジンを積んでいる、うん、あ、じゃあガソリンタンクとエンジンはあるけれども発電機という形で積んでいる。そうですね、はい、あくまで駆動は電気モーターです、うんうんうん、で64キロは電気自動車として走れます。それ以上行くときはエンジンがかかって発電しながら行くと、
まあそうでしょうね。先ほど冒頭でもありましたけれども、アメリカってどうしても危険なので、電気がなくなりました、はい走れませんだと非常に怖い思いをすることに、大変なことになりそうですよね。それでガソリンを積んでるという感じですね。そうですね、はいはい。まあ、64キロあれば大抵の人通勤もできますし、うん、はい、まあ、ほとんど電気自動車のまんま過ごせるんじゃないかなという感じですよね。これは4人乗り5人乗り4人乗りです。4人乗り、はい、楽しみですね。そうですね。だからこれ用に開発したバッテリーパックというのがあるんですが、はい、まあ、これから開発するプラットフォームにはこのバッテリーパックが積めるようにするらしいんですね、うん、ということはどの車でもこのパックが積めるので、まあ、電気自動車でもハイブリッドでもレンジエキステンダー EV でも何でも作れるという感じです。GM ちょっと着々と来てる感じがしますね、はい、このバッテリーちなみに韓国の LG 製です。はいはい、まあ、日本スルーしてアメリカと韓国と、はい、韓国がやってますね。わかりました。岩貞ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、本日はコメンテーターに石井正道さんをお迎えしてお届けしています。引き続きデトロイトモーターショー2010について伺っていきますが、アメリカ勢も非常に盛り上がっているようですが、気になる日本のメーカーについても現地リポートがありますので、そちらからお聞きください。デトロイトモーターショーで一番注目の日本車はやはり CR-Z です。まあ、東京モーターショーでももうほとんど市販に近いコンセプトカーが出ていましたが、一応デトロイトモーターショーが市販車のワールドプレミアになります。まあ、ここで大々的に発表されたんですが、結構アメリカの人たちも期待していたようで、拍手も多かったですし、注目度は満点という感じですね。ただ CR-Z はですね、コンセプトとしてはもともとは欧州がメインです。欧州の市場が欲しがったホンダ車というのが、昔の CRX を彷彿とさせるようなスポーティーコンパクトカーなんですね。まあ、そういった意味ではね、走りに対して、まあ、欧州は見る目が厳しいですから、かなり期待していいんじゃないかなと思います。日本車でもう一つの注目はやはりトヨタでしょうね。新しいハイブリッドカーのコンセプトを実践しました。 FTCH というんですが、まあ、プリウスよりも小さいハイブリッドカーです。まだ詳しいエンジニアリングの内容は出ていないんですけれども、まあ、安く仕上げるということと、まあ、十分な燃費性能を持たせるということは言っています。さらにそのプリウスというのが一つのブランドになっていると、まあ、ハイブリッドカーというだけではなくてプリウスそのものがもうブランドになっているということなんで、この FTCH もプリウスファミリーの一員として、ラインナップされるということもあり得るそうです。やはり CR-Z の人気が高かったみたいですね。そうなんですよね、はい、アメリカ人って V8 のでっかいスポーツカーじゃないとダメなのかなと思ってたんですが、はい、意外や人気ありましたよそうですね、はい、あと日産出てなかったそうですね。また出てなかったですね。また出てなかったですね、はい、ちょっと日産も頑張っていただきたいと思いますが、はい、ドイツメーカーは頑張っています。ドイツメーカーも現地リポートがありますので、そちらをお聞きください。今アウディブースに来ていますが、 e トロンが出ています。フランクフルトショーでも出ていた e トロンですが、今回のはもっとコンパクトで、全く違ったモデルになっています。前回は、まあ、R8 ぐらいの大きさだったんですが、今回は TT ぐらいの大きさになります。で、見た目からしてこちらの方が市販モデルっぽい形をしてますんで、2012年だったかな、50台ぐらいは販売するという話ですが、その頃にはこの TTっぽい TT クラスのいいトロンになるのではないかと思います。ただですね、ちょっと残念なのは、前回のモデルは4モーターで、4つのモーターで4輪を駆動するというシステムだったんですが、今回はモーター2つになってますね。ですから電気 4WD みたいなことにはならないのかなという感じです。フォルクスワーゲンからはサプライズの出展がありました。ニューコンパクトクーペという名前なんですが、今でいうとシロッコとパサート CC の間ぐらいのモデルですね。ですからジェッタのクーペと言ってもいいかもしれません。なかなか流麗で格好がいいですが、注目なのはハイブリッド化になっていることです。まあ、既存の 1.4リッター TSI、直噴ターボの、まあ、なかなか燃費のいいやつですね。これと、DSG
の組み合わせのその間にモーターを組み合わせています。まあ、いわゆる横置き FF のモーター付きという感じなんですが、まあ、これは、ホンダなんかも同じシステムですが、面白いのはそこにクラッチをかませているんで、EV モード、モーターだけの走行とかエンジンだけの走行とかそういうこともできるということですね。まあ、これは今までまあ難しくはないだろうと思っていたんですが、いよいよ形になって現れてきたという感じがします。でこれになるとですね、相当走りが良さそうな予感がするんですね。もともと DSi、DSG ですと非常にこう胸のすくような走りといい燃費とバランスが良かったんで、そこにですねモーターが1個入ってクラッチも入ると非常に面白い存在になるんじゃないかなと思います。はい、結構 EV ハイブリッド系の技術がドイツからもどんどん出てきましたね。そうですね、まあ、今まではなんというかドイツ勢は、まあ、ディーゼルがありますから、燃費問題なかったんですけれども、はい、まあ、そろそろ燃費規制が厳しくなってくるということもありますし、あとアメリカだっていうこともあると思うんですね、はい、アメリカ人結構ハイブリッドとか EV 好きなんで、出しとかないとっていうのもあるのかなといううがった見方もしてます。そうですか、レポートにはなかったんですが BMW も動きがあったと。そうですね、1シリーズの EV でも実証実験を始めることになったんですね、今までミニでやってたんですけれども、はい、まあ、これ1シリーズに積むことの意味というのはですね、FR の、シリーズ BMW に積んでですね、はい、BMW らしいその走りができるかどうか、はい、まあ、こういったところも見たいということで積んだみたいですね。そうですか、かなり欧州の動きも気になるんですが、他にも韓国中国あたりの動きというのはどうでしたか。日産なんかがいないですね、そういう隙間じゃないですけれども、はい、ヒュンダイと、はい、まあ、BYD、 中国の BYD ですね、はい、この辺りがドーンとブースを出しててですね、盛り上がってましたよ。あ、そうですか、はい、鬼の犬間のじゃないですけども、まあ、ヒュンダイはですね、実はもうフォードを抜いて世界第5位の自動車メーカーになってますから、はい、今一番勢いあるんじゃないですかね。やっぱハイブリッド系とかも出してきてるんですか。そうですね、すでにやり始めてますね。で、まあ、GM が韓国の電池を使ってるじゃないですか、はい、まあ、LG とヒュンダイが組むと、うん、まあ、いいハイブリッドカーができる、できますしね、あと韓国にはサムスンとか、はい、やっぱ電気系のすごく優秀なメーカーありますので、はい、やっぱ怖い存在ですね。そうですね、もう一つ面白かったのは CT&T というですね、はい、まあ、韓国の EV メーカーがあるんですが、はい、まあ、これも大きなブース出して、いろんな小さいね電気自動車出してたんですよ。そうですか、はい、ただ面白いのはですね、なかなかアメリカとか欧米のモーターショーってお姉さんいないじゃないですか。あ、綺麗なお姉さんが、はいはいはい、CT&T にはですねいっぱいいました。あ、そうですか、はい、肌の露出がちょっと高めな、ですね、コスプレ系でした。そうですか、パトカーの形をした EV に、はい、うん、婦人警官というかミニスカポリスみたいな人とか、まあ、これ実は東京モーターショーにもあったらしいんですけども、はい、はい、そんな感じで、まあ、はい、新しい風を吹き込んでましたよ。そうですか、はい、まあ、そんなデトロイトモーターショーなんですが、全体をこうご覧になって石井さんが一番何をこう感じられたところがありますか。まあ、今言った韓国中国、中国の勢いもすごいですから、はい、BYD はですねアメリカが大きな出資をしてたりするんで、中国とアメリカがこう日本の頭上を乗り越えて手を組んでいるという感じもありますし、はい、やはりアメリカはですね市場がでかいですし、はい、今調子悪いといってもですね、うん、これは復活する可能性非常に大きいなと思います。そうですよね、日本はですね、まあ、少子高齢化ですよね、うんうん、はい、ですから人口も減りつつあって稼ぐ人が減ってるんで、うん、まあ、景気が戻ったとしても需要はあんまり戻んない可能性が高いですね、はい、ただアメリカはまだ人口増加傾向ですから、はいはい、需要は必ずあります、はい、ということは、市場が戻ってくる可能性は高いんで、まあ、各国の自動車メーカーがもうどんどん行ってるわけですよね。なるほど、じゃあそれに合わせて、まあ、ビッグ3と言われたそのメーカーも今のうちに地道に開発を続けてっていうところはきっとあるでしょうね、はい、まあ、GM 今回 GM のテックセンターという開発センターも行ったんですが、はい、相当広い敷地で、うん、世界一の開発センターらしいんですね、はい、で技術力もやっぱり半端じゃないなっていう感じしましたんで優秀な人多いですもんね。そうですね、まあ、おそらく本気になったら大変なことになると。
そうですね、はい、まあ、オバマさんがね、はい、ニューグリーンディールということで打ち出して、はい、これからは環境技術に力を注いでいくと。でアメリカ本気になるとその予算がしっかりこう産官学というか措置につきますから、はい、本当に怖いですよね。怖いです、はい、でさっき言ったように中国も国が一生懸命お金を出して、うん、まあ、自動車の世界で覇権を握るんだという勢いがありますから、はい、まあ、アメリカ中国というのは怖いですよね、はい、で日本の自動車メーカーやはりハイブリッドカーなんかで先行してると言われてます、まあ、確かにそうなんですが、あっという間に追いつかれる可能性、あっという間に抜かれるというような可能性もなくはないなと思いましたね、はい、そんなことを、感じさせてくれたデトロイトモーターショーということですね、はい、岩貞ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー。このコーナーでは各自動車メーカー広報担当の方にお越しいただきお話を伺っていきたいと思います。今日はフォードジャパンリミテッド広報室マネージャーの田中克美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてコメンテーターは引き続き石井正道さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。田中さん、お久しぶりです。お久しぶりです。一時期広報を離れて、はい、昨年また広報の今度マネージャーということで戻られて。はい。はい、まあ、広報だけではなくてですね、はい、コミュニケーション全般を一応まあ、統括することになってですね、はい、まあ、コミュニケーションというと他にも例えば広告宣伝とか、はい、あとはこうイベントとかありますけれども、まあ、その辺も一応、一緒になってですねやっていこうということで、はい、今やってます。大変なポジションに、そうですね、もうかなりずっと長い間田中さんとお付き合いをさせていただいているのでもう偉くなってありがとうございます。そういう雰囲気がしてます、はい、期待してますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そんな田中さんにはですねもう本当我々ジャーナリストもそれからユーザーの人も皆さん期待をしてるんですけれども、まあ、やはりフォード相変わらずこう根強い人気があるんですが、やはりここ数年ちょっとおとなしいかなっていう感じがしているんですが、今現在日本における現状というかどういった感じになってますか。そうですね、まあ、今年というか去年ですね、2009年は、まあ、100年に一度の、不景気ということで、まあ、それは当然我々も受けたダメージは大きかったんですけども、はい、ただその中でやはりフォードの顧客の皆様ですね、フォードファンという方が非常にこう根強く支えていただいてまして、まあ、なんとか我々の、まあ、目標とした計画については一応こう達成することができたんじゃないかと思ってます。はい、やはりマスタングの人気が根強いですね。そうですね、今現在、まあ、11月に昨年の11月に、まあ、発表させていただいて、1月も、まあ、相変わらず新しいお客様が、フォードのお店に来ていただいているというような状況ですね。はい、デトロイトショーに行ってきた石井さん、はい、やはりマスタングの人気はアメリカでも当然。そうですね、特に2011年モデル、V8 が 4.6 リッターから5リッターになりますんで、まあ、5リッターに対する思い入れっていうのがフォードとしてはね、うん、かなりあると思うんですね、はい、昔のインディーの雇用天神でしたっけ、まあ、これが5リッターでしたから、まあ、その伝説の復活みたいなところで、かなり活気あるブースになってましたね、うん、はい、やはりそういった活気というのは日本のこう市場というか日本、まあ、フォードジャパンリミテッドですけども、そちらの方にも当然伝わってくるわけですよね。そうですね、まあ、北米で、まあ、この間カーオブザイヤーを自動車部門とトラック部門で、はい、受賞本社してますし、はい、まあ、当然それだけの品質のですね、クオリティが上がってきているというのは、まあ、今の我々が持っているラインナップでもやはり感じることができますので、はいはい、そうですね、北米カーブザイヤーということで乗用車部門がフュージョンハイブリッド、それからトラック部門がトランジットコネクトということなんですが、石井さん、はい、日本にいるとですねハイブリッドっていうともうトヨタっていうイメージがあるんですが、はい、フュージョンハイブリッドなんですね。そうですね、去年の9月のデータですが、フォードのハイブリッド車が2万6000台1ヶ月で売れてるんですね、はい、北米市場で、はいはい、ということはこれ年間に換算すると30万台ぐらいになるんで、うん、ホンダを超えることになりますよね。ホンダの総販売台数を、ね、ホンダの今鈴鹿製作所のキャパが24万台ぐらいですから年間、はい、まあ、フォードは今25万台ぐらいだと思うんですね、うん、そうなると世界2位のハイブリッド販売メーカーであるということも言えるわけですよ、はい、
やっぱ簡単にこのフュージョンハイブリッドどんな車かちょっと紹介していただいていいですか。そうですね、ミッドサイズのセダンだったんですね、はい、フュージョンという車はそうですね、日本でいうところの中型ですから、まあ、北米ではカムリが、はい、競合になりますけど、まあ、はい、それクラスということになってまして、うん、昨年の3月からデリバリーがフュージョンハイブリッドについては開始されたモデルです、はい、まあ、北米でですね、まあ、ナンバーワンの一応燃費を誇る、はい、で、まあ、あとインターフェースのこうテクノロジーもかなり、うん、まあ、導入してまして、まあ、非常に先進技術を、まあ、ある、はい、未来の車かなという感じですね、はい、プリウスとやはり、競合しないんですよね。プリウスよりも一つ大きなクラス。そうですね、もう一つサイズ的には大きくなります。やっぱりそれは、はい、体の大きなアメリカ人にとっては魅力的なサイズなんですよね、 C さん。そうですね、アコードと、カムリっていうのが、まあ、北米で非常に売れてる、はい、クラスじゃないですか、まあ、そこと競合しますし、はい、まあ、トヨタでいうとカムリハイブリッドがありますね、うんうんうん、まあ、それと戦っているわけですけれども、はい、まあ、北米コティを取ったってことはですね、まあ、向こうでの評判は非常にいいということと、うん、あと、ガソリンを入れる車としては、一番航続距離が長いというアピールというか、まあ、記録も作ってますね、はい、なるほど。これ日本に入れるご予定というのはないんでしょうか。そうですね、今のところ、まあ、将来はどうするかっていうのはまだちょっと決まってませんけれども、今我々私の方で手元に持っている計画では、まあ、入れる予定はちょっと残念ながらないですけどね。そうですか、はい、日本でこうリクエストの声が高まったりしてきたらちょっと考えてもいいかな、うん、そうですね、選択肢としてはフォードっていうか、まあ、全世界で持っているラインナップは我々にも導入できる可能性は十分あると思いますので、はい、まあ、まあ、選択肢はあるんだろうなというふうに思ってます、はいはい、では今年のフォードなんですが、日本市場、日本のユーザーは、フォードのどのあたりに期待していればいいですか。そうですね、まず昨年11月に導入いたしました、マスタングですね、はい、こちらの、まあ、ぜひこう V8 エンジンのですね、まあ、こう胸の響くよ胸に響くようなこうサウンドをまず楽しんでいただけながら、はい、まあ、マスタングについては、今後いろいろまたこう限定モデルとかっていうのも考えたりはしています、はい、あとは、まあ、うちの強みである SUV のラインナップですね、はい、こちらの方も一応限定車等々一応導入の予定を今しております、うん、やはり冒頭でもね少しお話ししましたけれども、フォードというとマスタングに対してやはりこう根強い思いをこうファンというか熱い思いを持っているユーザーの方が多いので、その方々の期待を裏切らないようにしつつ、新しい技術などがこう導入されている車をいかにこう日本に展開していくか、はい、そのあたりですか。そうですね、フォードの車作りっていうところはまさにこうユーザーというかマーケットにいらっしゃるこのユーザーの期待を裏切らないという商品をどういうふうに作っていくかというところで、はい、まあ、マスタングのようなこうワクワクするような非常に根強い45年間以上にわたってですね、まあ、ずっと続けているモデルっていうのも大切にしながら、はい、今後どうやってその今のユーザーニーズを捉えて、フォードのファンを守るかみたいなところの、例えば先ほど出た、非常に新しい技術を持ったハイブリッドエンジンであったり、まあ、それにか、まあ、ハイブリッド以外にもですね、例えばエコブーストエンジンとか非常にその新しいそのエンジンで環境にも優しいみたいなところをまあ、持っているというところが、うん、まあ、フォードの車作りの、まあ、一つの魅力かなと思います。非常に幅広いラインナップを持っているというところがフォードの、まあ、魅力かなと思いますね。そうですね、はい、じゃあその新しい SUV が秋口、今年の後半ぐらいに私たちも見ることができるであろうということ。そうですね、年後半に、はい、そうですね、まあ、今既存のラインナップに加えて、はい、新しいラインナップを入れていきたいというふうには思ってます、はい、はい、期待しています、はい、はい、ここまではフォードジャパンリミテッド広報室マネージャー田中克美さんにお話を伺いました。田中さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてコメンテーターの石井正道さんともここでお別れです。石井さんもありがとうございました。ありがとうございました。